私ですね、映画館でとある作品を視聴してきたんですね。で、私基本的にはアニメ映画しかですね、見ないんですよ。なので、萌え豚の皆様とね、一緒にブヒー言いながらいつも映画をね、視聴させていただいてるんですよ。で、今回も、まあ、例外になくですね、アニメ映画視聴させていただいたんですけど、まずね、人いっぱいいて、びっくりして、私、ど田舎に住んでるんで、そんないっぱいになることないんですよ。初日であろうが、もう半分いたらいい方くらいだったんですけど、めっちゃ埋まってて、みたいな。びっくりっていう、そんな人気なんやっていう、ところを感じたんですけど、ほんまに萌え豚の皆様といつも一緒に見てるんですけど、今回ね、もう隣にめっちゃ可愛い子来たんですよ。と思って。めっちゃおしゃれで、なんか可愛くて、で、いい匂いするみたいな、もうほんま素晴らしいね、女性の方が隣に座られてね、こう一緒にね、映画見てたんですけど、もうあまりにも可愛くて、で、映画中もなんかええ匂いするしね、もう全然集中できませんでした。そんな、私が、もう集中できなかった私が、今回動画でお話しさせていただきますのは、ルックバックと、いうことで、こちら視聴してまいりましたので、ネタバレなしでお話ししていこうかなと思います。おそらくこれですね、ちょっとグリーンのやつであれやったら、抜けるんちゃうかな思ってますけれども、どうなってるんでしょうかっていう、ところでね、こちら特典でございます。この特典は、もう、ファンの方やったら、その、たつき先生のファンの方、ルックバック大好きな方やったら、これは絶対に手にせなあかんなという、特典になってますんで、マジでルックバックのファンの方はね、早く行った方がいいですね。ど田舎ですら、もういっぱいになるぐらい人来てるんで、はい、ぜひとも、お早めに視聴しに行くことをね、おすすめするんですけど、そんな特典の話はね、置いといてですね、ルックバックがどうだったのかっていうことをですね、早速お話ししていきたいなと思うんですけど、まず私、原作読んでないです。はい。ルックバックってあれですよ。なんか読み切りですか?の、なんか、たつき先生の作品っていうことは存じ上げてますし、その、ルックバックが、この配信ですかね。なんか世にね、ボーンって出された時の、その衝撃というか、その評判、めっちゃおもろいやんみたいな、たつき先生やっぱ天才やわみたいな、そういう意見が出ていたことも知ってますけど、私は読まなかったんですね。はい。ルックバックは読みませんでした。まあ、ルックバックどころか私、漫画読まないっていうのを、決めてね、人生生きてるんで、この作品もですね、原作読んでないです。なので、今回の映画館で視聴したアニメが、初ルックバックだったわけでございますけども、そんな私がルックバックを視聴して、率直にどう思ったのか、すごすぎるということで、面白いとかじゃないですね。まあ、面白いですよ。面白いっていうことは、前提として、もうすごい。もうそれが私の率直な感想だったなという、ところでですね、早速内容についてお話ししていきたいと思うんですけど、まずこのルックバックという作品の、あらすじを紹介したいなと思うんですが、主人公は藤野ちゃんっていう、女の子かなと思うんですけども、まあ、小学4年生かな、なんですが、学級新聞に4コマ漫画をずっと載せてるっていう、まあ、藤野ちゃんがね、主人公として描かれまして、まあ、周りのね、クラスのみんななんかにですね、わ、うまいね、みたいな、すごいね、みたいな感じで、チヤホヤされてますよ、みたいな、藤野ちゃんが描かれてるんですけども、その学級新聞の4コマにですね、京本ちゃんっていう子が連載し始めるんですね。で、この京本ちゃんはですね、不登校なんですけども、その絵を描くことが好きやっていうところで、その学級新聞に4コマを載せることになると。そんな藤野ちゃんと京本ちゃん、直接出会いはしないんですけど、京本ちゃん学校来ないから。でも、この4コマ漫画というところ、学級新聞で出会うことによって、この2人の人生が変わっていくという、そういったところから、物語が展開していく作品でございましたと、いうところで、まず物語からね、触れていきたいなと思うんですけど、いや、もうすごいんですよ。物語もマジですごいなと思ってて、この作品の上映時間ですね、確か58分とかなんですね。1時間にも満たないんですよ。なのにもかかわらず、この満足感、すごいなという、ところで、もう起承転結もめちゃくちゃ綺麗にまとまってるなっていう印象もありますし、まあ、シーンとシーンのつながりっていうところも、もううまいなという、ところで、いや、マジで隙がないなっていう、こんな完成度高いことあるっていう、だからこの、ルックバックがその読み切りとして世に出た時の、もう、たつき先生天才って言われる理由が、もうめちゃくちゃ伝わったなというところで、もうすごかったですね。本作なんですけど、まあ、4コマ漫画っていうところで、まあ、漫画家っていうところが、まあ、テーマとして描かれていくのかなと思うんですが、まあ、漫画家に限らずですね、クリエイターとしてのいろんなものが詰まっていたなっていうところは、まあ、すごく感じたかなと
思っていて、まあ、クリエイターとして一歩踏み出す理由であったり、クリエイターとしての、挫折、クリエイターとしての幸せ、クリエイターとしての絶望っていうところで、まあ、クリエイターとして生きていれば、まあ、それは仕事にしようが趣味であろうが何でもいいんですけども、クリエイターとして、人生を歩んでいる人間がですね、味わういろいろなものがもう詰まっていて、で、そのいろいろなものの描き方がめちゃくちゃ素晴らしいんですよね。そんなクリエイターとしてのいろいろな描きの繋げ方もですね、まあ、めちゃくちゃいいなと思っていて、まあ、小学生なわけですよ。この藤野ちゃんっていうのね。あの、小学校に通いながら、こう、漫画を描いて、絵の勉強してみたいな形なんですけど、まあ、辞める誘惑ってめちゃくちゃあるじゃないですか。例えば、友達に遊びに誘われるだとかね。まあ、小学校やったらね、帰りに買い食いとかするでしょうよ。アイスをね、買って帰るとか、あると思うんですけど、その、アイスを買うという、誘惑、友達と、何かを買って食べるという描写、これが後々違うクリエイターとして味わう、物語に繋がっていくんですよね。こういうクリエイターとしての感情の動きっていうのを同じような要素で繋げてくるっていうのが、まあ、非常に面白かったなっていうのを、感じた次第でございました。本当にね、クリエイターとしてのいろんなものが詰まっている、作品だったなというところですね。ほんで本作のタイトル、ルックバックなんですけども、このルックバックっていうタイトルも、いや、めちゃくちゃすごいなっていうところを感じて、まあ、ルックバックって、まあ、和訳すると、振り返るっていう意味なんですよね。で、直訳すると、後ろを見るじゃないですか。まあ、バックって後ろやし、まあ、ルックは見るなんで、後ろを見るっていう意味になるかなと思うんですけども、この、ルックバックっていうタイトルから、いろんな意味が派生していくっていうのも、いや、ほんとすごいなと思って、物語において、振り返るって結構大きいテーマなんじゃないかなって思うんですけども、まあ、それもダイレクトでね、意味としてあったかなと思いますし、後ろを見るっていうところも、まあ、意味があったのかなと思いますし、まあ、なんだったらですね、このバックっていうところだけとっても、背中っていうところですかね。これが非常に大きい意味をですね、出していたのかなと思いますね。で、これネタバレにならないと思うんでお話ししますけども、ルックバックの予告映像ですね、公開される前映画館で、まあ、結構多くね、見かけることはあったんじゃないかなと思うんですけど、このルックバックの予告映像って、その藤野ちゃんが漫画を描いている様子なんですよ。藤野ちゃんが机に向かってこうずっと漫画をカカカカカー言って書いてるわけですよ。だから我々が見るのって藤野ちゃんの背中なんですよね。っていうことは、あ、背中を見ていく、後ろを見ていくっていうところが、この作品において重要なんだなっていうところが伝わるんじゃないかなって思うんですけど、この予告映像で、いや、素晴らしいなって思うのが、我々もずっと背中しか見えないんですよ。藤野ちゃんの顔はね、一切見えないようになってるんですけど、この一切っていうところが、まあ、正直嘘っていう話で、その藤野ちゃんの机の上に鏡が置いてあるんですよね。で、その鏡には藤野ちゃんの顔が映ってるんですよ。顔が映ってるっていうところから、藤野ちゃんは何かしらの後ろを見るんだなっていうのが示唆されてるっていう、予告映像もほんま素晴らしいんですけど、このルックバック、いろんな意味がですね、詰まっていたなというところで、いろんなところに物語でね、繋がっていくなというところで、いや、めちゃくちゃ秀逸なタイトルだなと、感じた次第でございますし、この、ルックバックの意味が最後の最後に変わるんですよ。で、この変わり方もめちゃくちゃ素晴らしいなと思っていて、軸はぶれてないんですよね。この後ろを見る、振り返るという軸はぶらさずにルックバックという意味が変わっていくっていう、ここの気持ちよさも半端ないなと、もうすごいなって思いますね。で、しかも、その最後の意味っていうのも、正解はないと思っていて、なぜなら正解は提示していないからなんですよ。はっきりとした正解を提示していないからこそ、視聴者各々の正解ができてるんですよね。視聴者に委ねてるんですよ。そこも、まあ、素晴らしいところだなという、ところで、物語の完成度の高さ、いや、もう異常だなと、いや、すごすぎるなと、感じた次第でございました。そして、次にお話しさせていただきたいのは、アニメーションの部分と、いうところなんですけど、あ、まあ、アニメーションもすごいんですよ。めちゃくちゃやばいなというところで、私がやっぱ見てて思ったのは、漫画であることを大切にしているなという、漫画の良さをアニメでしっかり伝えてるなっていうのを、いや、めちゃくちゃ感じてるポイントかなと
思っていて、漫画ってこれちょっと当たり前の話なんですけど、1ページにまあ何個かコマがあって物語が進んでいくっていう作りになってるじゃないですか。それをアニメで見せていたなっていうところがまあすごくあって、で特に印象深いのはジャンプカットですね。もうジャンプカットが多用されております。ジャンプカットって何ぞやっていう話なんですけど、まあ同じ構図なんですけど、背景とかをね変えることによって時間の流れであったり、まあ場所の移動なんかをですねダイレクトに伝えてくる手法のことを、ジャンプカットって言うんじゃないかなって私はね認識しているんですけど、そのジャンプカットめちゃくちゃ使うんですよこれ。でそのジャンプカットの使い方がもうすごく上手くて、まあこれはほんま先ほども言いましたけども、漫画の良さをもうアニメーションで見せてくるっていうところもありますし、時間の流れもダイレクトに伝わるっていうところで、どれだけ漫画に対して打ち込んでるかっていうのがめちゃくちゃわかりやすいんですよねっていうところで、そのジャンプカットの使い方非常に上手かったなぁと思うんですけど、このジャンプカットを使うからこそ最後のエンディングでございます。クレジットのシーンなんですけども、ここでアニメーションの良さが際立つんですよね。このジャンプカットを多用してるのはほんまに漫画の良さをアニメに落とし込んだっていうような印象あるんですけども、でもこれアニメなんですよね。漫画ではなくアニメなので、アニメの良さもまあ出していく必要あるんじゃないかなと思います。まあそれはもうほんまいろんなところでねあるんですけど、ただジャンプカットを多用することによって最後のエンディングでの時間の流れの見せ方がより際立ってるんですよ。これはもう映画館に行ってですね確かめていただければなと思います。すっごい心に染みるエンディング、クレジットのね映像になっておりますので、もうそこ注目していただければなというところでございます。ということで以上でルックバックの感想を終えたいなと思うんですけど、いやマジでめちゃくちゃすごい作品なんで、ぜひとも映画館に足を運んで視聴していただきたいなと思った次第でございました。ってことでぜひ皆さんの感想もコメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、おすすめの方がどっかでやると思うんで、あと1分くらい視聴していただけると幸いです。ハッピーだけみんな届け。では